意味をなさないシルエットだったりモザイクを見ていきたいと思います。まずこちらですね。こちらモバイルゲームグランブルーファンタジーで発表された12月上旬のコラボイベントですね。ドラえもんとグランブルーファンタジーがコラボするというものなんですが、開催に先駆けてイベント内に登場するキャラクターのシルエットを公開します。ぜひ楽しみにお待ちくださいということで、こちらのねシルエットが公開されたんですが、もうドラえもんとのコラボでこのシルエット、もうこれドラえもんだろと言いたくなるんですが、もうこちらに対してもう全くね意味をなさないシルエットというねコメントも多く寄せられて話題に、ね、なっているということですね。まあ、どうやらグランブルーファンタジー過去にもねこういったコラボ先のキャラクターだったりのシルエットをイベント開催前にね公開することがあったということで、他にはこちらですね。こちらは4月1日から開催予定のコラボイベントに登場するキャラクターのシルエットということなんですが、もうこれは完全にボーボボですね。ちなみにこの時のヒントはひらがなのぬだったそうです。他にもこちらですね。こちらもねグランブルファンタジーコラボのシルエットカミングスーンということでね出しているんですが、これもねわかりやすいガチャピンとムックですね。さらにこちらですね、グランブルーファンタジー次回コラボイベント決定。次回はなんとホニャララのホニャララとコラボ、最新情報としてキャラクターのシルエットを公開いたします。ぜひお楽しみにということで、こちらねコラボ相手のタイトルが伏せ字になっていて、でシルエットが公開されていますね。こちらなんですが、もう特徴あるね装備をしたキャラクターが立っているんですが、もうこれは一体何兵長なんでしょうといったねシルエットをグランブルーファンタジーはね出しているそうなんですが、まあ、こういった感じでねモザイクだったりシルエットがあまり意味をなさないことがあるということで、次はこちらですね。これ過去にメルカリで中学生男子生徒がスマートフォン画面に人の顔を多数表示させるウイルスの入手方法をメルカリに出品して、それが問題になってニュースになったものなんですが、こちらですね。こちらね、まあ、モザイクがねかかっているんですが、確かに人の顔がたくさん出ているのがわかる。そしてその人の顔っていうのがもう例のあれということがね分かってしまうということで、もうこちらもねモザイクを貫通していますね。さらに次はこちらですね。大人気 YouTuber ヒカルさんですねがバリュー問題でねニュースになった時に、こちらですね、顔にねモザイクがかけられているんですが、まあ、やはり髪のね色が分かりやすいということで、こちらもモザイクがかかっているんですが、もう誰だか分かってしまうというものですね。知らない人はもう分からないでしょうが、知ってる人が見るともう意味をなさないモザイクですね。次こちらですね。こちらタレント M さんのママ活に対する証言として、若い子とご飯食べたい癒されたいってそんなに悪いこととね発言しているんですが、もうねタレント M さんかなり、ね、特徴的なシルエットで、でもイニシャルもね M と出てしまっているんで、もうバレバレのねマツコデラックスと分かってしまうというねシルエットですね。こちらもうここまでするんなら名前出してもええやと思うんですが、こちら謎のタレント M です。次こちらですね。スマブラですね、挑戦者が現れましたということで、こちらねシルエットです。もうミスターゲーム&ウォッチじゃないかと思うんですが、こちらねこの画面ねキャラクターがシルエットで登場するんですが、ゲーム&ウォッチがもともとね黒ということで、もうほぼそのままということになっていて、もうゲーム&ウォッチにはシルエットがね通用しないということですね。はい、このようにモザイクだったりねシルエットがあまり意味をなさないという場合もあるということでね、もうどうしてもねシルエットだったりモザイクの下が気になるという場合はね、目を細めると見えるかもしれません。以上です。